八音音階とは半音と全音を交代に並べることによって作られた音階である。オリビエ・メシアンの我が音楽語法に言う異常の限られた先方第二番にあたる。全半音階とも呼ばれる。八音音階という語は文字通りには八つの音を持つ人間の音階を意味しそうだが、1963年のアーサー・バーガーの論文以来、 全音と半音を交代に並べた音階をこの名前で呼ぶようになった。八音音階は半音から始まるものと全音から始まるものの2種類がある。葉音から始めた場合となる。それぞれ異調は3種類のみ可能である。全音音階が長三度の連続を2つ重ねたものと考えられるのと同様、八音音階は単三度の連続を二つ重ねることによって作ることが、 できる。全音音階と八音音階は共に三全音を含んでいるが、全音音階が極めて人工的な音階であるのに、対して、八音音階は、超三和音と単三和音の構成音を共に含んでおり、また、原三和音や、原七の和音、俗七の和音、単七の和音、弦五短七の和音なども含まれるため、全音階との間で自然に移行することができる。また、 半音の音程を多く含むために人工的に作られた音階であるにもかかわらず、どことなくオリエンタルな響きがする。八音音階と同じものは、現七の和音の就職によって偶然発生することがある。リチャード・タラスキンは、ヨハン・ゼバスティアン・バッハのイギリス組曲の中にすでにそのような例があると言っている。しかし、これを八音音階と呼ぶのは正当でない。 19世紀半ば、特にフランツリストの作品の中に八音音階が品質する。人、山の上で聞き仕事や、シノブ等の冒頭などにその例が見られる。ロシア5人組もしばしば八音音階を使用した。モデスト・ムソルグスキー、ボリス・ゴドゥの二大一幕、第二話冒頭の鐘の音は八音音階のサブセットになっている。ニコライ・リムスキー・コルサコフは特に八音音階を多用し、 公共し、佐藤子の中に、その早い例が見られる。当時のサンクトペテルブルクの音楽家の間では、コルサコフ音階の名で知られていた。リムスキー・コルサコフ本人は、前半音階と呼んだ。リムスキー・コルサコフの強い影響下にあった、ベリアー・エーフ・サークルの作曲家たち、例えば、アナトーリ・リラードフや、ニコライ・チェレプニンらも、自然に八音音階を使用した。 アレクサンドル・スクリャービンのピアノ・ソナタ第6番でも八音音階が使用されている。リムスキー・コルサコフに学んだイーゴリスト・ラビンスキーは1903から1904年のピアノ・ソナタ A 単調ですでに八音音階が見られ、新古典主義音楽以前の早期の作品で特にはっきりと見られる。いわゆるペトルーシカワ音についても多調ではなく八音音階から説明することも 可能である。すでにメシアン、我が音楽語法の中で、リムスキー・コルサコフ、スクリアービン、ラベル、ストラビンスキーがこの音階を使っていることを言及しており、1958年にロマン・ブラドの書いた、ストラビンスキーの伝記の中で、具体的な例を示している。1963年のアーサー・バーガーの論文では、ペトルーシカから、法当時の遍歴に至る。 多数の曲に見える八音音階の例を挙げている。1985年にタラスキンはストラビンスキーの八音音階がロシア音楽の伝統に由来することを明らかにした。タラスキンは晩年の十二音音楽の時代になってもストラビンスキーの音楽は八音音階に基づいていると主張しているが、この主張には反論もある。同じく、 リムスキー・コルサコフの門人であったセルゲイ・プロコフィエフも、カンタータ、彼らは7人、オペラ、3つのオレンジへの恋、ピアノ・ソナタ第5番などで8音音階を使用している。クロード・ドビュッシーとモウリスラベルはいずれもロシア音楽の影響を受けている。アレン・フォートは、ドビュッシー中の8音音階の例を数多く挙げたが、その使い方はストラビンスキーほど徹底していないという。 ラベルは歌曲、暗く果てしない眠りや、弦楽史重奏曲、シェヘラザード、女奏とアレグロ以来八音音階が見られる。一般に20世紀前半には八音音階が流行しており、リヒャルト・シュトラウスのサロメやエレクトラ、アントン・ウェーベルン、バイオリンとピアノのための4つの商品にも八音音階を指摘できる。メシアンは我が音楽語法で、 以調の限られた戦法を7種類定義しているが、八音音階に当たる第2番は第1番と並んで最も多く使っている。全音音階がしばしばドビュッシーに結びつけられるのと同様、八音音階はメシアンの特徴のように言われることも多いが、本人が断っている通りメシアンが考案したものではない。オランダの作曲家、ウィレム・ペペルも八音音階を対応し、オランダでは、 ペーペル音階と呼ばれている。ジャズではジャコパストリアスの肖像中のオーパスポーカスなどで8音,音階が使用されている。ありがとうございます。